でもその相手が決めることというのであれば、そうそうそう、それは真実じゃなくて、真実じゃなくて、今あなたが言ってることっていうのは指摘は分かったけれども、それを判断するのは相手なんじゃないのって言ったの。それに対してあなたは無言を呈していて、俺はルール、その後にルール説明をしたんですよ。その話を決めるもの、その真実に対して決めるものが相手なんじゃないの、うん、じゃあその相手はリスナーを示すことじゃなくて、その相手は誰を示すかというと、うん、その今喧嘩をしているものを示すことであって、うん、お前がそこでリスナーを示すことと言ってしまうのがおかしいよと俺は言っているんだ。リスナーを示すってどういうこと？だからお前がその相手っていうのがリスナーに対してイコール付けて、相手イコールリスナーにしたが、相手イコール喧嘩をしている相手になる。でもその相手がリスナーになるのがおかしいということだよ。俺はリスナーさんと喧嘩突つやってないよ。だからお前が、だから相手、あくまで言ってるのはリスナーさんが判断を決めるんだよ。どっちが勝つかどっちが負けかを決めるのはリスナーさんっていうルールだよって言ったんだよ俺。はい、わかんない。もう一回言うね。まず戦ってる相手は、はいって言ったから、戦ってる相手は今だとあなたなのね。でどっちが勝ったかを決めるのはリスナーさんだよって言ったのがわからないってこと？違う、お前がその相手に対してリスナーさんイコール相手で、リスナーさんが決める、相手が決めると言ったことに対して、相手が決める、でもリスナーさんが決める、うん、じゃあその決めるということに対して、うん、ね、相手が決めるんだから、うん、リスナーが決めるのがおかしくなるよって、うん、じゃあお前が相手が決めるというのであれば、ね、でもその後にリスナーが決めるを出た、じゃあその相手もリスナーが決める。俺相手が決めるって言ってないんだけどな。言いましたけど、分かんないか。まあまあ、お前が、ね、真実決めるって言ったのは、真実に対して話を終わらすところで、ね、どっちが決めるかって、もうその終わらす話をしている相手が決めるんだと、お前は言っているからな。じゃあその言った中で。じゃあさ、君がルール決めていいよ。君がルール決めていいよ。どういうふうに。今その話じゃないんですけれども。話から逃げんなよ、そうやって。終わりの話に対して、その終わりの話に対して、ね、相手が決めるという、その終わりの話を相手が決めるとお前言った。でもその中に相手に対して俺は言ってないんだけど、あのね、言っているんだ。じゃあ分かった。じゃあちょっと待ってね。ちょっと待ってね。はい、一回整理しよう。俺が言ってること分かる人は和道。和道って書いて。で、突出の言ってること分かる人は突出者って書いて。ああ、そうやってリスナーに頼っちゃうんですか、自分が冷静に頼るんじゃなくて、ボロ負けになったところで。バカみたいだな。言ってる意味、どっちが理解できるかちょっと、和道、で、まずまた、しかもこの理解できるに対して、理解できるに対しての話しているが、その理解できるからどうなのって、で、その理解できるからこのリスナーが説明してくれるの、コメントでって、で、その第三者がこの一対一の喧嘩の中で入ってくるのか。カッカさんさ、カッカさんさ、はい、カッカさん、あのリスナーさんが誰も理解してないんだけど、はい、あのカッカさんだけなんだよ、はい、あの理解してないのは。俺の言ってる意味分かってくれてるんだよ。分からないの？はい、分からないんだったら負けだよ。分からないんだったら負け。お前が言っていることは分かっているよ、うん、その分かっている中で、でもお前が言っている中おかしいなと俺は言っているので、おかしいことに対して俺は指摘している。どこがおかしいの？は？今相手の話もお前が話を止めたんだぞ、その和の。もう一回説明するね。その前にお前が、じゃあ、OK。はい？俺から説明もう一回だけするから。お前が相手の話を出しているんだ。だね、相手に対して終わりを。最後に、一個だけ俺から言わせて。その話を理解している。カッカ君。なんだよ。カッカ君。最後に俺から一回だけ言わせてもらうね。もう一回だけ言わせてもらう。そうやってお前が最後言って、結果的に最後に言うね。勝手に落とすんだろ？気持ち悪いな、こいつ。おー、ごめんね、気持ち悪くて。いや、おかしいだろ、だって。お前が結果的に、無理です。じゃあ、お前がそうやってさ、もう一回、最後だけって言って、最終的にその最後で落とすんだろ。意味がわかんないんだけど。最後で落とすってどういうこと？え、最後と言って、その最後言ったから落とすんじゃないの？お前さっきそうだったけど、さっきの突飛車と同じこと。俺は、違う、俺は今、もう一回だけ最後に説明をさせてって、説明をするのが最後で、それが、カッカ君が分かるか分からないか判断するから、ね、一回だけ説明させてっていうのが最後に。逆にお前が分かってる？じゃあ、お前が逆に俺が言ったことは分かってる。分かってる。お前が分かっていないから、さっきの。ね、理屈として、じゃあそれ説明、その理屈じゃ、理屈としても、カカ君、俺にも意見言わせて、
お前がおかしなことを言ったから。うんうん、じゃあ、カッカ君が何を言ったか俺理解してるかチェックしてね。さっきの突者さんが真実に対しての指摘をしてきたときに、俺が反論をしたけれども、さっきの突者さんっていうのは、それを言ってなかったじゃないか。つまり、和道の都合のいいように切ったじゃないかっていうところが、相手が真実を言えてないっていうことを指摘したんだよね。それだって。待て待て待て。だから、違う、お前が、ね、うん、真実を言うという発言をした、ね。でもそれが本当に真実になるの。ちょっと待って、カッカ君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 ね。なんだ？カッカ君、カッカ君、頭の回転が早すぎるの、カッカ君って。うん。カッカ君の頭の回転早いの俺わかるから、3倍速、4倍速ぐらいで考えてるんだけど、ここ配信だから。だから、もう少しペースを落として、ゆっくり時系列を把握していかないと、どこで議論してるのかがリスナーさんがわからないのよ。じゃあ、その時系列が、うん、だから時系列を今整えるんだけれども、整えて、ね、だから早いから整えられたんじゃないの？バカなのかな？早いから整えられたんだけど、カッカ君一人で自分しか分かってないの。俺も分かってないし、リスナーさんも分かってなかったら意味がないのね。俺は分かってるかもしれないけど。しかも俺がそんな話じゃなかった。俺が言っているのって、まず何の話かというと、ね、お前に対して唐突言いました、うんうん。お前が真実だという話をね、持ちかけたら、それお前が真実だ、私が真実なんだと言ったら、本当にそれが真実になるかという話を持ちかけているんだ。最初にその話を持ちかけたのに、今の。次の方どうぞ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。